送り仮名とは、日本語の漢字か名混じり文において、漢字表記した和語を読みやすくするために、縦書きならば、漢字の下に、横書きならば、漢字の右につける仮名のことである。ただし、このすべてが仮名表記された語は、送り仮名とは呼ばない。霊下線部が送り仮名機能私はお祭りに行きました。たくさんの人で身動きができないほど、は,なはだ混雑していました。なお、 漢字かな混じり文は、戦前は公文書などで漢字カタカナ混じり文も用いられていたが、戦後は漢字ひらがな混じり文が一般的である。また、漢文の訓読において、漢字の右下に小さくしたカタカナも、送り仮名と呼んでいるが、これは、上記の送り仮名の範疇を超えて、訓読上必要な助詞等も読み添えるもので、厳密には、添え仮名というべきものである。 昭和48年の内閣告示の示す基準が現在広く行われている。以下その要点を整理する。上記の内閣告示には送り仮名の原則の例外が示されている。例えば、他にも上記のような事情から原則の例外を挙げている。また、許容として孤独の恐れの少ない語の送り仮名を省くことや、孤独を防ぐために多めに送り仮名をつけることが認められる語や、 例も挙げている。送り仮名の効果として、読みを区別し、誤読を防ぐという点が挙げられる。戦術の幸せ、幸いや、全く、すべてなどがある。常用漢字表の表外字の例だが、ハゲ頭、チビ筆と送り仮名をつけることで、ハゲとチビとハゲの国読みの区別ができ、さらに、特等、特筆という同じ表記の漢語とも区別することができる。 戦術の内閣告示では、後ろは、後ろと、牢を送ることを例外で示しているが、これも誤読防止のためである。しかし、後と、後は送り仮名を付けないことにしているため、この二者は、文脈等から判断することになる。危うい戦前の総加名法は、現在の標準よりも少なく送るルールであった。その方が時数を削減できて良いという面も、ある一方で、 孤独の恐れを免れないという問題点もあった。そのため、戦後の国語施策では、孤独防止、漢字の負担する訓の統一を図って、なるべく多めに送る方式が採用されたが、批判も多く、改定を経て、上記の告示に至った。原則を立てて送り仮名表記を合わせようとすると、漢容に反するものや、孤独の恐れのあるものが出る。逆に、漢容を認めて、 誤読の防止を図ろうとすると、原則の他に、例外や許容を多数認めねばならない。このような微妙なバランスの上で上記の告示は成り立っている。送り仮名の付け方がこのように複雑であるために、学校教育の現場では、まず漢字と送り仮名をセットで書き取り練習させ、慣れさせることを第一とし、ついでその原則を体系的に理解させるという指導方針をとっているようである。 また、昨今では、ワープロパソコンの普及により、変換によって出てくる送り仮名をそのまま採用するという場合が多いようだが、変換ソフトによっては許容例も出てくる。官報。1912年3月29日刊文教授に関する調査報告。国立国会図書館。2015年9月6日閲覧。送り仮名の付け方。文化庁、国語施策情報。 2013年4月3日閲覧、総加名法から国立国会図書館、ありがとうございます。